目的を達せられますよ。妖子の正体は鬼だ。病人を癒すためにある薬師が向かっているのですが、間に合うかどうか。病人はどこだ。野営にいるルミンです。病に侵され救いの手を待ちわびています。猛虎の手は筒まで伸びておるが、カイドウも危ういはずだ。その薬師を守ってやらねば。こちらの精鋭を出せ。たやすく殺されはしないぞ。
だ根に持ってんの。逃げ足だけは一人前の臆病者なんだから。金はやったろ。まあ腐った酒売ったのは悪かったけどさ。怯えながら暮らしたんだ。ひとつきもひとつきも帰りは帰ってない。タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは失礼しました。あっしは検事、信頼と安心の当時で酒売り。そんで島一番の山氏、タカをあざもうらから助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょ。ゆっくり策を練って。んほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口にあったようで。もっとよこせって。もううるさいの。なんの敵と飽きないをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できたな。あ、本当にやるつもり。タカのためだから。アザモウラはどのようなありさまだ。歯向かった奴は殺され、生き残った奴は捕虜にされるか下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いてる奴がいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。ふん、飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね。あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。もうこだ。二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。荷を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってなに。おい、止まれ。ダースだ。ダース、ほれ酒だよ。酒か。ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は。いいから黙ってて。赤も同じ目に遭うかも。腕のいい荷重ならば傷つくこともなかろう。わからないだろう。そろそろです。静かに。ボンコ、ボッサディッチ。まさかうまくいくなんて。ああ、ひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですが、村の半分が焼かれてる。ひとまずお別れですね。
兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち良いか。万が一にも敵に見つかったら俺は死ぬんだろ。分かってる。この上見て、門のそば。あれが一人の頭か。クズめ。あやつ捕虜を品定めしておる。タカのところに行くかも。追うぞ。きっと高は無事だ。肝が小さいから行くぞ。やすきちの方でしょう。ロヨット、ビーネグオイルが聞こえん。おい、どうした。鍛冶屋のタカという男、手を抜いてるぞ。粗悪なものしか作ってない。やはりね、タカがいる。他に鍛冶屋がいない。わしだって鍛冶屋だ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だからタカを殺す。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、タカがやられる。先にタカを見つけないと。ユナ、離れるな。抜け道を探す。さすとバッタッチェン、ソラドグッド。
バーガラ。一人だ。逃がさないよ。ネグマだと意味で。ベンネコール。頼む。休ませてくれ。だから。やめてくれ！姉さん。タカ。何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ。どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。ではそこから出るぞ。ムクロが見つかった。殺される。隠れましょう。いや、進むぞ。あそこ登れそうだ。これからどこへ。ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが村から出られていたらね。もつらい。
ものだ。こっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いいえ、でももう家には戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモ裏から少しでも離れよう。ん、うん、お前はいい子だ。夜明けから猛虎を見てない。巻いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい。もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ。タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり。村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。
先日くるくると回る鳥の群れを見つけて不意に行ってみたんです。それはそれは美しい場所で、時が過ぎるのを忘れるほど眺めておりました。そうしたひとときは救いになるな。我らのような武士も戦の前には景色を楽しみ和歌を読むことがある。和歌には戦に向けて心身を整える効果があるとか本当でしょうか？いかにも。だが武士でなくとも和歌は読めるぞ。このまま死ぬつもりなんてない。
どこも番兵だらけだ。これじゃ勝ち目はねえ。でもなんとかせにゃ。お侍